ママ、小鳥がいっぱいいるよ。春はたくさんの動物が赤ちゃんを育てているからね。みんなご飯を集めるのに一生懸命なんだよ。そうだ、ご飯を持ってきてあげようよ。きっとみんな喜ぶよ。おーちゃんは優しいね。でもね、野生の動物に餌やりする前に知っておいてほしいことがあるよ。どういうこと？餌やりの危険3つ。野生の動物への餌やりで起こる良くないことを知っておこう。病気にかかるかも。例えば公園の鳩や小鳥に餌をあげた人が息苦しくなったり死んでしまったことがあるよ。鳥から人にはオウム病がうつるんだ。他にも野良犬や野良猫を触った人が危険なダニに噛まれて死んでしまうこともあるよ。これは自然の中で生きる野生動物の体についたダニが人に噛みついて病気をうつすからなんだ。さらに野生動物に噛まれたり引っかかれると傷口からばい菌が入って破傷風という病気にかかることがあるよ。すぐに傷を洗って病院に行かないと死んでしまうこともあるんだ。怖い。野生の動物には近寄りすぎないようにしようね。群れに戻れなくなるかも。その野生動物が群れで暮らしているならむやみに触らないようにしようね。体に人の匂いがつくと群れの仲間に怖がられたり群れから追い出されてしまって生きていけなくなってしまうことがあるよ。まだ赤ちゃんの動物が人に触られるとお母さんに育ててもらえなくなって死んでしまうこともあるんだよ。かわいそうだね。増えすぎるかも。野生動物が人から餌をもらうとお腹が空いて死んでしまうことが少なくなり子供がどんどん増えてくるよ。それっていいことじゃないの？今からとても大切なことを話すよ。例えばおーちゃんの周りにはこんな生き物がいるよ。上の生き物が下の生き物を食べるんだ。ここで人の餌やりによってスズメが一気に増えたらどうなると思う？タカが喜ぶ？最初はそうかもね。でも増えすぎたスズメは虫や植物を食べ尽くすよ。この辺りにしかいない貴重な虫や植物が絶滅してしまうかもしれない。他の虫や植物を食べる動物もお腹が空いて死んでしまうよ。すると大きな肉食動物も食べるものがなくなって死んでしまうんだ。人が餌やりをすることでこんなにたくさんの動物がいなくなるかもしれないんだよ。餌やりをすると大変なことになるんだね。ありのままの自然を守るためには人が近寄りすぎてはいけないんだ。みんなもこのことを覚えておいてくれたら嬉しいな。そーっと見守っていればいいんだね。みんなのチャレンジを教えて。ファンファンシープの動画を見て実験、工作、生き物の観察をしてくれたお友達は写真を LINE で送ってね。おーちゃんたちのイラストも嬉しいよ。みんなのチャレンジを動画の中で紹介させてね。1チャレンジで1ポイント貯まり、10ポイントごとにオリジナルグッズをプレゼント。まずは LINE に登録してポイントカードを手に入れてね。お便り待ってるよー。